ハロプロ飯の宇宙へようこそ。今回は岡目堂から八木しおり特別仕様の差し入れをいただいた時のみんなの飯の宇宙です。すげえ。本当に特別仕様だ。非売品。おたは買えないの？これは売るしかないのでは？これに生写真つけてグッズとして売っても受けよう。ひっくり返してみたら UFO になる八木さん。八木ちゃんが描いたイラストに似てる。これは八木おやつ。これは欲しい食べないで飾る。試作品か。ヤギの刻印とは手が込んでる。金型から作ってるのかな。結構金かかりそう。金型じゃなく焼き印だよ。後から10って押すやつ。ヤギと焼きをかけてるのか。ヤギの焼き印。ヤギちゃんがこんなの作ったら焼き印で消し墨が出来上がるだろ。劇団四季、富士放浪、岡目堂ヤギちゃんってなんか持ってるよな。劇団四季の側からなんか発信があったの？四季特集の地上波ゴールデン。ヤギちゃんの愛され力よ。差し入れによく買ってるイメージはあるけど、それがきっかけ？ヤギちゃんの発信力謎に強い。神子効果や。全国ネットのテレビで紹介したら効果あったんだろうな。神子サンキュー。よかったねヤギちゃん。ヤギちゃんのイラストかわいい。ヤギのタプーの女。ヤギちゃんの絵なのかよ。ヤギちゃんに逆らうとこの焼き印で焼き入れられる。僕は生贄の楽印が押されてるよ。マリンも長崎アピール頑張らんば。マリンが対抗心燃やしてそう。ワラビーの焼き印入りのカステラを作ってもらおう。今日の MC でそれとなくこんにちワラビーのポーズを模索してたな。マリンは福鞘屋のカステラ。福田はわらび餅じゃないのか。他のメンバーも対抗して自分の宣伝できそうな名物を探してそうだな。洋風派和菓子好きだし、探せば何かありそう。ゆうみの信玄餅はメジャーすぎるかな。この前吉田うどんをちらっとブログで紹介してたけど、信玄餅丸々みたいな新たなスイーツ探せばいける。ダンバラもみじまんじゅうはメーカー行った方がいい。もっと無名な商品にしろ、有名すぎる商品はちょっと宣伝したぐらいじゃ恩義感じないから。ケロの青柳もそうだけど、それなり有名だけど規模がそんなに大きくない会社が狙い目。岩下の紅生姜とかな。地方のマイナー菓子だから余計良かったんだろうな。コラボ相手がブラックサンダーってのが絶妙なラインなんだろうな。ブラックサンダーあんまきは AKB の子も宣伝してたんだよな。結構紹介されてるけどバズったのは初めて。翌日からの売り上げがすごかったんだろう。なんだかんだ言ってもテレビの影響力って半端ないからな。ぼる塾のコメントも良かった。岡目堂さん神対応やん。ブラックサンダーあんまき食べたい。東京で買えるところないのか。豊橋でしか買えないし、通販では手に入らない。だから引っ張りだこなのさ。店頭にこのままの大きな看板作って飾るべき。せっかく特別仕様の焼き印作ったんだし店頭で売ればいい。ケロトッツォは浅草に支店出したくらいだからここもいけるんじゃないの。確か賞味期限3日くらいだからハロ初販売とか無理。賞味期限が3日ってかなりタイトだな。会場で売らないの？椿の現場で売ったらかなり売れそうだけど、日持ちしないんじゃ売れ残ったら大変だもんな。どれだけ売れるか予測も難しいし。予約注文販売でいいんじゃないの？今回の動画は以上です。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。